スリーポイント、島根スタノーマジックは今日スタメンの津山が放っていきますが落ちました。アラヤも外がある、スリーポイントです。1本来ました。いいですね、アラヤ選手も1つ目からチーム創設時からのスローのポイントがある。そしてこちらは今シーズンから長崎に加入をしているアラヤ、そのアラヤのスリーポイントです。2本目、アラヤ、ヒドヒデ、この速さ来ました、ね、決まります。まあ、この速さはやはり僕さん長崎の一つ特徴です ね。これはリバウンドワシントンが取ります。長崎は馬場雄大がボールを運んできてスクリーンに入ったマット坊主、こちらワシントンから手前のコーナー、アラヤ3本目だ。選手馬場雄大、馬場雄大、これはパスです。フェイクで一発かわして来ました。いいですね。ただまだ長崎ボール、時間もあります。ショットクロック、ここで5秒です。5本目なるか、来ました。いや止まらないですね。キャリアハイの5本目のスリーポイント。最長プレータイムが12分ぐらいだったので、やはり今日かなり長い時間プレーしているというところですね。合流したばかりではあるんです。あー、ここはこれは谷又は外に戻して、アラヤはパスを選択しました。コーナーからスリーポイント来る、マットボンズもスリーを射抜きました。パスで馬場雄大スリーポイント、大きなリバウンドは長崎が取る。そしてセカンドチャンスをものにしてみせました。いい形でセカンドチャンス作りましたね。はい、アラヤは今日5本のスリーポイントを射抜いている。これはそのまま自らのショットに行きました。来ましたね、アラヤ選手。こちらのコーナーにはアラヤがいて、自らのショット射抜きました。選手素晴らしい。1回フェイクを入れて中に侵入、ボール少しこぼれながらも長崎ボール、ショットクロックで時間がない中で、これも沈みましたね。